こんにちは、着物リメイクおうんちゃんです。今回は身ごろ定規を使って身ごろと袖をつなげて取るパターンを作り、制作まで一気にアップします。身ごろ定規の作り方は説明欄にリンクを貼っておきます。よろしければご覧ください。今回のパターンは大きめな柄の縫製に役立つと思います。身ごろと袖をつなげるタイプですと、柄がごちゃごちゃ感が出てしまうんですけど、これは一気に取ってしまうので柄がそのまま残ってとっても綺麗に入るんですね。なので大きめの柄をの着物をお持ちの方はチャレンジしてみてください。とっても簡単なので。中心輪は縫い代込みになります。前身頃と後ろ身頃を同じパターンで取るんですけど、ただ襟の部分だけをの大きさを変えるだけのパターンになります。で、今前身頃の襟ぐりを作っているところです。首周りを狭いタイプにしたので、フロントにスリットが入る形にしました。なので空き止まりを作っておきます。前身頃の見返しを作っているところです。最初は9センチから始めて、だんだんと 8.5 センチで、肩の部分に来るときは8センチになるように自然に持っていってください。見返しの部分を紙に写しておきます。次は後ろ身頃の見返しを取っていきます。これは紙を直接置いて書いていった方が早いかなと思います。全体的に8センチです。
パターンを隣に置いて2枚の一番長いところの柄を合わせて粗立ちします。で、両脇の袖の部分を柄を見ながら合わせて粗立ちしてっていう形にします。で、それをミシンで縫ってつなげて2つ折りにして、このように裁断します。ポケットは襟に使われていた部分をそのまま幅は使って、長さは23センチから25センチでカットするとちょうどいいと思います。裁断により切れた部分を重ね縫いしていきます。肩、脇、見返し、ポケットの部分をロックをかけます。前身ごろと後ろ身ごろを合わせて肩と脇を1センチ幅で縫います。次に袖口を三つ折りし、1.5 センチ幅に三つ折りして縫います。ここでちょっとお話しします。なぜ私が身頃定規を作ったかを少しお話しします。私は長年縫製業で働いています。で、母から浴衣をワンピースに作りたい、変えたいが、市販の型紙見ても線いっぱいでわかんねえって言われて、縫い代つけるのも大変でって言われたんですね。だけど作りたい、ミシンをかけるのは大好きなんだって言われて、ああ確かになーって、一番手間かかるのは前工程だなって私も思ったんです。ミシンをかけてる時が一番楽しいなって思ったんですね。で、そこでなんとかしたいなと思って、首周りと身幅の大きさが分かれば服は作れるのではないかなと思って、と縫い代付きのゆったりタイプの身幅で頭が入る首周りにしたらいいのかなと思って、ちょっと試しに作ってみました。大成功だったんですね。だから自分の理想通りの作りたい服を作れるようになったようで、しょっちゅう新作をお披露目してくれるようになりました。それから、で、母も作れるようになったから、もしかしたらこれ使える人いるのかなと思って、ちょっと YouTube に出してみました。スラッシュ開きの部分は2ミリ手前まで切り込みを入れます。あとはぐるっと一周切り込み入れるんですが、5ミリ程度で十分です。
見返しを返していきますが、必ず角の部分を折ってから返してください。その方が仕上がりが断然違います。で、目打ちで深く刺して角を作る、角を引き出す感じです。深く刺すのは浅く刺すと糸が抜けてきちゃうので、ぐっと思いっきり刺して布を元引っ張るっていう感じにします。スラッシュも綺麗に出てますね。あとはステッチをしていくのですが、見返しの部分に身ごろの生地が2ミリ見えるようにステッチしていきます。裾を 1.5 センチで三つ折りし、ステッチかけます。カープの終わりぐらいから15センチのところにポケット位置をつけます。大体の目印に高さ平行になるようにちょっと印をつけておきます。前身ごろと後ろ身ごろをまたぐような形でつけると位置的にはちょうどいいと思います。ポケットを2つ折りにし、中心を分かるように脇線に合わせるようにすると綺麗につきます。曲がらずに。